バルデマール、シュミット・バルデマール・シュミットは、ドイツの政治家。ドイツ共産党及び、ドイツ社会主義統一党に所属し、東ベルリンの警察長官などを務めた。1909年、ベルリンの労働者一家のもとに生を受ける。1923年に、国民学校を卒業した後は、1927年まで、機械校としての修行を積んだ。1928年、 KPD に入党。1932年から1934年まで、モスクワの国際霊人学校に出席した。帰国後の1935年、反ファシスト運動に参加して逮捕され、1945年まで、ブランデンブルク刑務所に収監されていた。解放後、1945年から1946年まで、KPD ベルリン地区本部付の初期として勤務し、 1946年から1947年までは SED の党執行委員を務めた。また1946年から1948年までは都市労働委員を、1948年から1950年まではベルリンの都市人事管理委員を務めた。1946年には大ベルリン都市議会議員に選出される。 1950年から1953年8月まで、ドイツ人民警察の警視庁として、東ベルリン警察長官を務める。1953年8月から1963年まで、東ベルリン副市長を務め、1963年から1965年まで、閣僚評議会事務局長を、1965年から1975年に死去するまで、 反フ,ファシスト抵抗闘争委員会国際労働初期を務めていた。また1963年から1971年まではベルリン選出の人民議会議員を務めている。1975年に死去し、フリードリヒスフェルで中央墓地内の社会主義者、追悼碑のもとに埋葬された。アンドレアス・ヘルブスとヘルムート・ミューラー・エンバーグス、シュミット・ボール・デマール・イン。 ウェアウウェアインデア DDR5 アウスガーブバンド2 CH リンクスベルリン2010 ISBN 978から3から861535614ノイエス ドイッチランドフォーム14、オーガスト 1953http コロンスラッシュスラッシュ www.sozialistenfridhof.de スラッシュ pergolenweg.html ありがとうございます。